おはようございます。今日も体重を測って体の方を見ていきます。お願いします。八十二点五、体脂肪二十五点七でした。今の体はこんな感じです。正面、横。うん はいこれからはアフレコで話していきたいと思います今日はちょっと早めに行って人がたくさんいる中動画を撮りながら胸のトレーニングをやってきましたそしてまず初めにベンチプレスからやってますまあ最初これ動画出てないけどバーやった後にこうやって6 0キロかなでウォーミングアップしてそのと1 0 0キロって形で1 0 0キロを3セットで9 0キロまでやってその後あのチェストプレスに移行してますね でこのチェストプレスは、まあ、自分のやり方としてはそのベンチプレスだとなかなか潰れるのとかちょっと危ないけどこれは潰れやすいというか潰れても問題ないから結構ドロップセットで重量を落としながらやってますで最初はまあ50キロで1個ずつ落として下まで行ってますねだか50からこれをやった後、まあ何回できるか、まあ、大体最初は6回とかかなあんまり高回数できないんだけど でやった後に1個落としてまた限界までやるみたいな感じでやってますね。うん、何が合ってるかはあんま分かんないんだけどとりあえず自分自身重量はあんま落としたくないっていう気持ちでやってるからその重量を落とさないようにやってます。うん、で結構ねこの重量1個ずつ落としてやっていくんだけど全く上がらなくなることもある。まあ、今回はは多分ちょっと上がりはするんだけど 頑張れ上が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 れ一発みたいな一発上げるのも相当きついだから結構ね上がらない時もあるうんんっていうのはほに調子悪いというか力が出ない時上がらない時もあるこれ2回上がってるけどまあこういう形でチェストプレスは自分自身その重量も下げやすいし潰れても問題ないからもう限界の限界までいく気持ちでやってる最終的になんかプレート なし,なしね1個あるかな5キロかな、まあ、それぐらいまでやってますね、うんまあ、結構ねあれ長い間やってる、うん、でこれも一応3セットやってる、まあ、今回動画としてやった時にと長すぎて入れられなかったから1セットしかやってないけど、まあ、最初は50からやって45403530みたいに減らしてってで次のセット目は休憩した後に今度は4 0キロから1 0キロ落としてで次3 0キロからみたいな感じで 落としな正直言って一番しんどい、うん、<laughs> なんかやっぱり一回やって終わりだったらまだあれだけどずっとやってるから結構しんどいね、うん、疲れてくるまあけど自分が思うチェストプレスのまあ長所はそういうふうに重量が落としながらやってもやれるっていうこと限界の限界まで割とこの筋肉をダメージ与えられるというか。 限界まで行けることが長所だと思ってるからそういろいろやってる今回はこういう風にやってるけど前はあのー、23セットしかやってない時もあったし、うん、だから自分がどれが合ってるかは分かんないんだけど、まあ、とりあえず限界まで行けるのは今のところこれが限界に行きやすいかなって1人だとね、うん、人とやるとやっぱり変わってくるけど、まあ、1人の限界の限界はもう このやり方かなと思ってこのやり方を選抜しますね。うん、で最近はやっぱりいつの間にか胸に効かせるというよりかはもう効いてしまうような感じになってしまっててきた、うん、だから今はまあ減量中だから本当上がらなかなか上がらないっていうのもあるんだけどなんかいつ本当にあんま上がんなくなっちゃったなうん。 でそこからもうかといってどうすることもできないというかまあ本気でやってるんだけどなかなか重量上がんないうんまあ、けどもしかしたらね減量した後に今度ちゃんとまた食べながらやっていったら重量も上がるかもしれないまあ、今減量中だからなかなか上がりにくいところにあるけどこの時だからこそ上げたいっていうのがあるよね減量中で減量して逆に力が全くなくなってたら、まあ、筋肉も減っちゃう可能性があるから も,もったいないというかあれじゃん理想は減量中も本当に通常時ぐらいまで重量を上げてて減量終わった後さらに上がるっていうのが理想的だと思うだかいかにこの減量で重量下がらないかというのは重要だと思うねうんなかなかけどこれが難関というか多分俺が一番そこが重要なとこなんだと思うやっぱりこのメンタルというのが重要だねこれは心がちょっとでも弱まるとすぐ落ちちゃうからそうなんないように 頑張っていいいかないといけなとけ、うん、頑張れ、うん、自分を応援しながらね、うん、ちなみにトレーニング中に、まあ、考えてることはない、うん、俺はもう基本的にはマジであげるぞって感じかな、うん、それ以外はあんまり考えてることはないっすねとりあえず全力でやって全力であげるっていう、うん、なんかあんまりなんかよく聞かせるとかもある言うけど 意識しないでも聞いちゃ聞いちゃ聞いちゃうんだよね。まずそのなんか逃がすとかできないし、そこに入ってしまうからもうどうやろうがそういう形でもう戦ってますね。うん、まあ、もしかしたらもっともっと上手い人だとなんか筋肉にもっと入れられるんだと思うんだけど、それはねあの意識できるぐらいの余裕があるとき意識してる。例えば重量結構落としてって軽くなってきたときとかは。 より一層意識でその部位にあれするぞっていう気持ちでやっておいる、うん、けど結構瀬戸際のラインの時はなかなか意識持っていけないというかもう勝手に入ってるし難しいね、うん、もしかしたらそれも成長していけば変わってくるのかもしれんうんそうだねで最近からまあじわじわ痩せてきてやっぱ脱いだ時にちょっと胸とかも輪郭が出てきたうん胸の この凹凸とかでめっちゃパンプした時はもう乳首が下に来るみたいな感じになるねまあけど俺俺の体特殊だからなんか皮のあれでちょっとあれなんだけどうんでもただやっぱり筋トレして筋肉は増えてってはいるうん胸が一番最初に俺の中でやっぱりなんかある程度のラインまで行ったと思う多分筋肉ってね人の 体ってある程度のラインまでは行きやすいと思うんだよねそっからの伸びが難しいんだと思う。で俺は多分胸が一番得意というかやってたからあらかじめ早めにそのある程度の筋肉量まで胸はいったんだと思うけどそっから先がむずいんだっこっから先に胸が、まあ、あと23倍でかくしないとかいけないって考えたらこっからがなかなか増えにくいラインだと思う、うんまあ、けどここをどうにか打開していかないといけない。心、まあ、心だねだ心がもっと強くなれば より一層上がっっててくると思うから、うん、そこを頑張っていくちなみに胸のセット数は大体全部合わせたら50ぐらいだけど俺レップ数が少ないからそんなにかもしれない大体レップ数が本当に多くて56とかだからで少なかったら普通に2とかになってるし結構あんまり15回とかはやれてないやってない、うん、これはあれだねあのー、上の,インあの胸の上部狙いのプレスだねうんこれも 結構に、最近というか昔はやってなかった全く上けどなんか上が足りないのかなと思い始めて上やり始めた、うん、上もねやってないよりかはやった方がやっぱねちょっと良くなってきてる気がする、うん、だからこれ取り入れてますねこれねやっぱね思うけど回数をねたくさん重ねていくとねだんだん硬いとかあるねだから回数少ない俺のベースレップ数少なめでやってる時は、まあ、重量めっちゃ入れてるんだけど あんまり肩痛くならないんだけどやっぱりね回数を重ねるようにやるとちょっとね肩痛くなってくるけど今のところは全然このやり方だとならない、うん、でこれはあのあれだねあの下か胸の下を効かせる形、うん、これもやってるこれ結構ね俺胸の下弱いからやり始めたんだけど結構いい最初はディップスでやってたけどこっちの方が俺は効くね、うん、最初 90kg ぐらいやってこれもたいあの、ね 9セットぐらいやっぱ結構重たい重量を無理やりガンって上げてそこから下ろす時もと耐えながら下ろすって形でやってます、ね、結構もう色上真ん中下って全部のラインやってで最後にこれフライフライは昔は3 0キロとか4 0キロで利かせながらやってたけど今は逆に重い重量8 2キロとかで23レップぐらいしかできないけど最後に筋肉に重たい重量を ややっっっっててて終わわったっていうふうにに思わせるようにやってるよあんまりできてないんだけどこれももう最後無理やりもうぶちかましてる感じこれも3セットぐらいかな、うん、結構もう昔はこれは逆に長めでやってたんだけど今はもう逆に短い回数で筋肉に重いよって思わせてる感じですねでこんな感じです見てくれてありがとうございますこれからも頑張りますじゃあまたねバイバイ